私の夢も叶うと信じて隠れんぼは終わりにしよう。道場主との正々堂々の立ち合いを要求する。さっきからバタバタうるせえ。酒くれ静かに飲ませろ。なんというオーラ。サンボシューズだけを切るとはなんという手だれ。道場は靴を脱いでから道場。なかなかうめえぞしてくれ。なんちゃった。こいつらただ者ではないな。自分は黄泉のボリス・イワノフ。闇の命によりこの道場を制圧に来た。何？闇だと？まずいよ君。いともたやすく私の背後を取るとは。はあ、まず君の友人たちを返すよ。新聞屋さんじゃなかったよ。こんなのがかかってた。貴様ら一体何者だ。踏み込んできて何者だはないと思うけどね。表の看板見なかった？ここは梁山泊、武術を極めし者の集う場所ね。何白山。そうか、梁山泊。ここがあの梁山泊か。闇の宿敵、史上最強の弟子を育てているというあの。やはり知らずに来たのかね。ふん。だがそれでも任務は遂行される。来い梁山泊。まずいな、これは厄介なことになった。いい度胸だぜ。アパタイム。は？面倒なことになった。何がだよ。わからんね。もしあの闇の弟子を倒せば即全面戦争になるね。あパパパ、まずいのかそれ。見たまえ彼の目を。んねえ。あ、いや、あの目、死を覚悟した者の目ね。うん、よく仕込まれてる。アパ、あれ昔アパチャイとリングに上がる人がしてた目だよ。俺の気当たりでも吹っ飛ばなかったのは敵の弟子ながらあっぱれだぜ。それに引き換えうちの弟子は。はっ、ふう、なるほど。時間稼がねえとな。わかったよ。ここはアパチャイが軽くぶっ殺して追い返すよ。何もわかってねえだろ。座れ。アパ、戦っちゃダメなの。アパ、隙あり。中東州ボスムーシンスナチューラシトブスカジュッテブラツァニカクダニュポーツナ。ロシア語。さすが茶道も達人のアクセメだ。ヤツの茶は嫌でも相手を和ませるからな。気がつきゃリズメで追い返されるって寸法か。まあケンちゃんが逃げ出して梁山泊にいなかったことが不幸中の幸いだったね。あの闇の弟子かなり修羅場をくぐってきているね。そもそも何か気に入らんのかね。今のケンちゃんでは到底。たった今
師匠方、弟子1号白浜健一、ただいま戻りました。弟子だと？もう立ち直りましたよ。自力で戻ったんだし、お仕置きはなしの方向で。手分けて早速稽古をつけてください。今日からまた最強の弟子目指してガシガシ修行しますよ。最強の弟子いかん。危ない。カバンを見よ、両手で裁け。ミュウさん。その体勢からワンアクションでこの威力か、なかなかやるな。だがやる。ダメね。始まってしまった以上、これはもう弟子同士の戦いね。ミュウさん、深くを取りました。でも内向で弾いたので致命傷ではありません。貴様何者だ。自分はボリス・イワノフ、闇の弟子集団ヨミが一人、そして一英九剣アレクサンドルの一番弟子だ。一英九剣、やはりな。こいつが僕のいない間に梁山泊に上がり込んで、僕の一番大切な人を。いかん健一君、怒りに生の心を忘れている。黄泉っていうのは悲しい人たちですね。武術をただの暴力としてしか使えないなんて。怒りを深く飲み込んだ。見事に生の気を練っている。ちょっとびっくり。なんだ、殺気が消えた。今まで戦ってきたどのファイターとも類似しないオーラだ。いずれにせよ、これだけのマスタークラスに囲まれてしまっては、もはや命は助かるまい。ならばせめてこの最強の弟子を地獄の道連れに、我が捨て身の必殺技をもって任務に準じよう。リソボフスミュールチ。しまった、やはりコマンドサンボか。やばいな。ロシアの組技計画とも、サンボをベースに軍用に作り変えた殺人武術だ。ペレストロイカまでは極秘の格闘術とされ、 KGB でも教えられていた。純粋に敵を破壊するためだけに作られている。マジいぞアリア。終わりだ、行け最強の弟子。あれは空手の息吹じゃねえか。内向の気も練っているね。無駄なあがきだ、死ねえ。やれやれ、白浜健一、本当に才能のかけらもない男だったよ君は。なんせあれだけ行った巨大な基礎修行の成果が今頃現れるんだからね。バカな、そんな細腕のどこにこれほどまでのパワーが。量ではなく質だよ。瞬発力と持久力、その両方を兼ね備えた良質の筋肉のみに彼の体を作り変えてきた。細工は隆々さ。まともな人間なら内臓が致命的なダメージを受け、軌道は潰れているはず。内向ね、彼を弟子に取った時から過酷な修行に耐えるよう内臓を強靭に鍛え上げてたね。空手の交代法も叩き込んでやる。筋肉を一気に締め上げる方、内臓をあばらの中に隠す方、一通りな。アパテも脳みその中、敵をぶっ飛ばすことだけにする方法を教えたよ。関節技主体のサンボに実戦用つき、蹴りを加えたコマンドサンボは最強だ。任務は遂行される。制空権ならば下から行くぞ。私のこの奇襲をかわすというのか。僕はあまり怒らない方だけど、ミュウさんに乱暴するやつだけは本気で許さない。あったまきせんだよ。ケンイチさん、ちょっと逃げ出してる間に立派になって。
敵の悪い弟の成長に感動する姉の心境か。おいちゃんが手当てするね。いらん、あの程度頭中まで十分。落ち着け落ち着け、ボリス。戦場では焦った者から死んでいく。いついかなる時も冷静でいよ、我が家に行くボリス。冷静に判断して対応した。恐怖を捨てよう、ジェニー。感情は判断を鈍らせ、真の敵は己の中にあるとして。はい、宇宙シェリー。そうとも、いつも通りの冷静なる分析から始めよう。何気ない仕草、手足の動き、重心の配置、それらを観察し分析することで敵の実力や格闘スタイルまでも分かるものだ。なんだこいつ、おかしい。私の冷静なる分析ではこの男ただの凡人と出ている。本来ならもう3回は殺しているはずだ。どうした来い。なのに奴はまだ立っていて手招きすらしている。まるで牙も爪もない小動物に挑発でもされているような。異常だ、実に異常な状態だ。ゲロフシノブセ。おかしい、なぜ私が倒れている。この技はコマンドサンボの技ではないか。コマンドサンボの原型、サンボが200以上の民族格闘技を集結して創設された時、日本の柔術も多大な影響を与えているのさ。柔術か。こっちから行くぞ。もらった。あとは首の骨を折るのみ。でいっ、なんという柔軟性、それにプロテクターの上からこの威力、こいつの脚力は尋常ではない。あのロシア人、今の霧をよくかわしやがったな。うん、波の訓練ではああは動けぬ。アパ、闇の者の修行もさぞ壮絶を極めるのであろう。理解できぬ。あるレベル以上の使い手ならば一種の凄みがあるものだ。読みの連中もそうだ。どこか心の中に深い闇を持っていて、それが目の奥でくすぶっている奴ばかりだった。力とはその闇より生じるものと教わってきた。なのにこいつの目からはそれが一切感じ取れない。いや、むしろ光すら感じる。互角のようだな。敵の弟子は最低でも10人、互角では話にならんよ。はい、お前の子供を預かったよ。アパチャイはアパチャイだよ。うん、本日はお日柄もよく。アパチャイ、敵の無線で何を話してるね。おい、ボリス・イワノフ、電話だよ。リーダーとかいう人から。お、どうぞ。あんまし長話ダメよ。何？撤退だと？そうだ、撤退しろ。今すぐにだ。お前の部下から連絡がなきゃ大変なことになってたぜ。申し訳ありません、緊急事態かと思い。目下敵と交戦中だ。てめえ、消されてえのか。今すぐ戻ってこい、これは命令だ。マスタークラスに包囲されて脱出は困難だ。構わんよ、帰りたまえ。聞こえたぞ、帰ってこい。ふん。
まだ名を聞いてなかったな、最強の弟子よ。僕は白浜健一。そうか、最強の弟子健一よ。貴様を殺してそのエンブレムを取り返す、それが黄泉流の決闘場だ。ほら、ちゃんとしろガキ玉。覚えておけ、貴様の命は私のものだ。何を勝手なことを。引くぞ。待て、行かせたまえ。なぜ止めるんです。あいつはミュウさんに怪我をさせたんですよ。わからないのかい。始まってしまったんだよ、闇と霊山泊の全面戦争がね。これほど早く闇の弟子が霊山泊に来るとは、しかも偶然じゃと。はてさて、ドイツの差し金やろ。左舷前方に潜水艦急速浮上、タイフーン級です。うろたえるな奴か、こちらから出向かないとな。相変わらず潜水艦内部とは思えない華やかさだ。あなたは芸術家としても天才的ですよ。ロシア最強のコマンド参謀使い、殲滅の戦士アレクサンドル・ガイダル。芸術はいい。芸術のみが戦いの狂気を私から遠のけてくれる。ほう。このささやかな魂の平安を乱さないでほしい、剣聖殿。はて、何の話ですか。しかばっくれてんじゃねえかぞ。黄泉のメンバーに配られたリストに載っていた道場は58箇所だが、我が弟子のリストには59番目の住所が足されていた。おっと、またやってしまった。霊山泊に我が弟子ボリスを行かせるよう仕向けたな、剣聖殿。私は闇では一番の新参者、一英に言われた通りに黄泉のお守りをしているだけですよ。まあ結果、あなたの弟子によって決戦の火蓋が切られたのですから、名誉なことじゃないですか。ちゃんと弟子も生きて戻ったし。剣聖尾形一心斎、クエン男だ。やれやれ、これで保たれていた均衡は崩された。今戦いが始まる。霊山泊をやめろ。つまり昨日の戦いを見て才能がないから、もう霊山泊には置いておけないってことですか。そうね。そりゃ才能ないのは認めますが、師匠がそんなこと言うなんて。嘘でしょ。体制できぬものにこれ以上時間はかけられぬ。光悦寺師匠まで何の冗談です。アパチャイ、才能とか関係ないと思うけど、才能のせいとかにすると一番いいよ。健一のために言えと言われたのは秘密。才能ない、才能ない、才能ない、才能。とにかく俺らも暇じゃねえんだ。ビール飲むのに忙しいから出てけ。ははさては、闇とかいうのに関連してますね、この猿芝居。大方あの闇とかいう連中が関わって僕の身が危険だと、光悦寺師匠あたりが立案、まあ師父が脚色ってとこですか。違う、今回はマーが立案。あ、じゃあから、変な小細工はよしとけと言ったんじゃ。わしはこのところ続く敵の襲撃で、みな健一君の身を案じてのう。みんなやだな、僕がその程度のことで。はい、わかりましたと素直にやめるとでも思ったんですか。たとえ破門されたって僕は霊山泊を動きませんよ。困った弟子ね。大体ライチさんみたいな優しい子を悪の道へ引き込み、殺しを生業とし、しかもミユさんを傷つける奴らを放っておくわけにはいきません。僕も戦います。すき焼き。さすが我らが弟子。いやいい度胸だぜ。うん、これで何の憂いもない。ケンちゃんはもう自分の死に場所くらい自分で選べる男になったということじゃな。え、死？
一時はどうなるかと思ったが、本人に死の覚悟があると聞いて安心しました。そうね、まあ人間16年も生きれば十分ね。十分。闇は己たちの弟子に史上最強の称号を与えるためなら殺人もいとわぬ。殺人。おそらく奴らの第一の目標はケンちゃん、そなたの首じゃ。ちなみに私が昨夜徹夜で計算したところ、今のケンイチ君の実力では最長でも3ヶ月で死亡することが判明。秋雨のカオス統計学はよく当たるからの。でどのくらい修行の量を増やせば闇の精鋭相手に生き延びられるんじゃ。いかんせん相手は素材がいいからね。本当に計算してるよ。すでに限界は超えていますが、危険は承知の上ですから、これくらいかと。ほう、約3倍ですり切りいっぱいじゃ。僕、学校に忘れ物取りに行ってきます。さあ不可能ではないわけじゃんの。この世に不可能という言葉は存在しません。物は試しじゃ、やってみるか。本人死ぬ気なんだしな。よかった、不可能ってないんだ。では早速明日から始めるとしよう。あ、親しい者には別れを告げとくとよいぞケンちゃん。名付けて弟子改造計画じゃ。いやー、息もできなくて、ただ物見たくて、終わりのない夢。